そしたら今回は犯人はこの中にいるというゲームの続きから遊んでいこうと思うんだけど、前回は3人が死んで、犯人は桃花じゃないのかみたいな説が浮上して終わったよね。とりあえず今回で多分犯人は分かって、まあ、事件の真相とかも分かるんじゃないかな。まあ、どうなのかちょっと分かんないけど、まあ、早速やっていきましょうか。首狩村の廃村置き場で右足首を切り落とされた緑の死体も見つかった。被害者たちは生きたまま首を切り落とされたのだ。その根拠となる箇所はどこだと。まあ、前回は首狩村で、まあ、首と左手首、右手首が落とされた死体だったんだよね、確か。だから今回も案の定、まあ、首が落とされたってことね。まあ、足首だけど。生きたまま落とされたと思われる根拠は、なんだろう、移動した形跡がないからとか？死体の口を塞ぐ必要はない。声を出さないようガムテープを貼られていたということは、被害者たちは生きたまま首を切られたということだと。別になんか口塞ぐのは、まあ、なんか仲間呼ばないためっていうか、叫ばないようにするためじゃない？別に切り落とした後首落とした可能性だってあると思うんだけどね。廃村置き場には遺体となぜかあれも捨てられていた。あれとは、中身はすっかり溶けてしまっているだろうと。死体と一緒に落ちてたのは、まあ、人の心とか。とりあえずなんかここにあるアイスのことかな。まあ、いちごアイスかな、これ。サークルメンバーがキャンプに持ってきたアイスだ。すっかり溶けてしまっている。クーラーボックスに入れていたはずだかと。まあ、みんなでキャンプで後で食べようねって話してたアイスが、まあ、ここになんで落ちてんのかって話だよね。緑が隠れてアイス持ってきたとかなのかな。でもなんか2つ分あるから、誰かと一緒に食べようとしたってことかな。生き残った3人を見比べると、あの人物の足元に違和感がある。違和感のある箇所はどこだと。生き残った3人の中の違和感でしょ？まああれじゃない？このピンク髪の女の子の靴が汚れてないとかじゃない？ 3 日間歩き回って他の2人の靴は土や埃だらけだ。しかし、桃花の靴は綺麗なままであると。まあこの子の靴だけ綺麗なのは、なんでなんだろうね。まあ、犯人だから、まあ、でも犯人でもなんで綺麗なんだって話なんだけどね。桃花が犯人だと思われる決定的な証拠を見つけた。どれだと。まあ、犯人だと決めつける決定的な証拠は、この子のバッグにある、まあ、なんかよくわかんねえもんじゃねえかな。ごめん。ま、何か重要なもの入ってるってことじゃない？みんなのスマホは桃花がリュックに入れて隠していたのだ。石黒は桃花と話をするため二人きりで会おうとしたが、突然首筋に痛みを感じ、そのまま気を失ったと。まあ、これで続くわけね。この子が犯人ってことが分かったんだけど、まあ、動機とかが今分かんないって感じかな。まあ、首を集めてるって感じだから、まあ、首狩り村の儀式をするためってことだよね。気がつくと石黒は拘束されていた。石黒が気絶した理由として考えられるものはと。まあ まあ、がっつり殺意あるね、これ。石黒くん拘束したけど、まあ、気絶した理由は、まあ、注射器に薬とか入ってたってことじゃない？桃花は今までの被害者たちにも注射器で薬を打ち意識を奪った。そして隠された地下室へ運び首を切り落としたのだと。他の被害者たちにも同じような手口でやったってことね。まあ、地下室を知ってるってことは、まあ、ある程度ここら辺のね、地形っていうのも理解してるんじゃないかな。この地下室に凶器として使われたものがあるどれだと。この地下室で使われた凶器って、まあ、あれじゃないのかな。桃花ちゃんが持ってる斧じゃない。さすがにこれだと思うけどね。彼女は今回のキャンプで火起こし担当だった。薪割りも彼女の担当になる。その薪割りに使う手斧が凶器だったと。紫くんだったっけ？あいつが犯人って疑われた時ナイフで疑われたけど、まあこっちの方が凶器だよね。よく考えると。薪割りだし。まあ首落とすのに最適そうだしね。桃花の靴が綺麗な理由が分かった。この痕跡が靴につかないように彼女は犯行のために靴を洗っていたのだ。この痕跡とはどれのことだと。痕跡ってのはま、血のことじゃない。後ろにかけられてるね。服とかにすごいなんか血の跡がやばいしね。桃花は犯行の返り血をレインコートで防いだ。しかし、靴はコートで覆えなかったため、犯行のために念入りに血を落として洗っていたのだと。まあ、すごい量の血だもんね。まあ、生きたまま首を切り落としたとか言ってるし、まあ、血がこんなに飛び散るのは、当然っちゃ当然だけど。よっぽどなんか精神がいかれてないと耐えられなさそうだけどね。桃花は切り落とした首はどこに隠していたと。まあ、首を隠してたのはあのクーラーボックスじゃない？あれは隠してたって言えんのかな？まあ、あそこに集めた首を、まあ、しまってるってことだよね。クーラーボックスの中には被害者たちの首が入っていた。儀式に使うのは生きてる人の首じゃないと、だからごめんねと。そう言って桃花は斧を振り上げたと。続くと。すーごいなんか絶対絶命だね。生きててこんな瞬間なかなかないんじゃないで、なかなかどころかなりたくもないけどね。まあ、儀式に使うってことはもう確定ってことだもんね。
だからごめんねでなんか首落とされたらたまったもんじゃないけどね、これ。その時、地下室へ助けに現れたのはと。お、すごい、なんか助けに現れてるわ、確かに。女の子たち強いね。男役に立たねえな。まあ、すごい戦いが始まってるわけね。葵だった。二人の格闘のどさくさで、石黒の拘束が壊れたようだと。まあ、葵ちゃんが助けに来てくれたってことだけど、よくわかったね、この地下室みたいなところ。めちゃくちゃなんかすごいできる子なんだね。まあ、とりあえず石黒くんがまあ、拘束具が外れたから、まあ、2対1じゃない。男が逃げ出さなかったら、葵を助けなければ武器になりそうなものはどこだと。まあ、そうだね、助けたいんだけど武器になりそうなものは、まあ、男だったら、己の肉体で戦えって思うけど、まあ、無理だよな。俺も無理だもん。まあ、これじゃない？まあ、なんかスコップとかじゃない？石黒もスコップで応戦するが、桃香は凄ましい気迫であると。このままではと。なるほどね、2対1でも、まあ、桃香ちゃんの、なんか気迫の前ではちょっと、やばいって感じか。2対1でも勝てないんだったら、まあ、体とか鍛えてたのかな？目くらましに使えそうなものはと。目くらましに使えそうなものは、携帯とかスマホとか？そんなことやる時間あんのかな？スマホのライトを向けると桃香がひるんだ。その隙に石黒たちは逃げ出すが、彼女がすぐに追ってくる。待てと。待てって言われても待つやつがいるかって話なんだけど、まあめちゃくちゃ気迫がすごいね、これ確かに。文章だけでも。その時突然地下室が燃え上がった原因は何だと。まあ格闘してる最中に結構荒れちゃって、まあランプが落ちちゃったってことかな。格闘の最中ガソリンランタンが割れたのだ。桃香が絶叫とともに炎に包まれていく。事件は終わった。後日救出された石黒と葵はあの場所へ向かったと。最終話か次か。まあとりあえず最終話って言うけど、まあ動機とかかな。なんで首を集めて儀式をしようとしたってのを、まあ、最終話でわかるってことかな。桃香の部屋だ。彼女は首を集めて儀式をしようとしていた。首狩り村の儀式を彼女はどうやって知ったと。まあ、生き残った二人で、桃香ちゃんの部屋訪ねたんだけど、まあ、結構可愛らしい部屋じゃない？赤ちゃんのグッズとかがあんのがちょっとなんか、なんとも言えないけど。まあ、首狩り村の儀式を知ったのは、まあ、この、黒魔術みたいな本かな。桃香の部屋には首狩り村について書かれた本があった。5つの首を生贄に捧げ、儀式を行えば死者が蘇ると書いてあると。すごいなんかバカっぽい儀式だけど。まあ、桃香ちゃんはこれを見て、まあ、誰かを生き返らせるためにやったってことだけど、なんかベビー製品とかもさ、前回あったけど、まあ、桃香ちゃんの部屋にもあったけど、ちょっとなんか嫌な感じなんだけど大丈夫かな。桃香は誰を蘇らせようとしていたと。桃香ちゃんが蘇らせようとしたのは、まあなんか赤ちゃんとかじゃない？警察の調べで桃香は数ヶ月前に妊娠していたことが分かった。しかし流産してしまったという。桃香は死んでしまった赤ちゃんを儀式で蘇らせようとしていたのだと。まあなんとなくなんか、まあ大体予想できたけど、まあ結構重い感じだね。まあ妊娠してて亡くなってしまった我が子を、まあ生き返らせようとしたってことね。だからって、4人殺害して生き返りたいって赤ちゃん思うかなって話なんだけどね。赤ちゃんの父親はどうしたのだろう？父親についての手がかりはどれだと。赤ちゃんの父親はサークルメンバーとかではないって感じか。まあ、ゴミ箱にある、こいつかな。桃香と彼氏の写真がゴミ箱に捨てられていた。後に分かったことだが、妊娠した途端、彼氏は桃香に別れを切り出したらしいと。なるほどね、クソ彼氏ってことね。まあ、妊娠して捨てたってことか。こいつは捨てて、のうのうと生きてんのに他のサークルメンバー死んだってことでしょ。やってらんないよね、これ。桃香はキャンプサークルのメンバーに恨みはなかった。その根拠となる箇所はどこだと。サークルメンバーに恨みなかったらあんな恋しないと思うけどな。まあ、恨みがなかったと思われるのは、まあ、みんなで撮った写真を貼ってるってことかな。マグネットボードには楽しかった頃のキャンプサークルの写真がある。桃香はみんなのことを大事に思っていたのだ。嘘だね、これは。やりきれない思いを抱きながら、石黒と葵はその場を後にしたと。これで終わり、結構モヤモヤすんな。まあ、桃香ちゃんはみんな大事に思ってたっていうのはちょっと納得いかないけど、まあ、赤ちゃんを生き返らせるために、サークルメンバーをなんで犠牲にしたんだって話だけどね。あのクソ彼氏とか、まあ、他にもなんかどうでもいいやつとかを、ね、まあ、ネットとかで呼びかけて、犠牲にするとかもできたと思うんだけど、なんで4人もって大事にしてるメンバーを殺したんだろうね。まあ、そんなことを考える余裕もなかったってことなのかな。まあ、長編なだけあって結構しっかりしてんね。その代わりちょっとモヤモヤはすごいけどね。